今回の話題は共産党の C 和夫委員長が中国の偵察気球についてとんでも発言をしているというものです。ー委員長は16日の会見で中国からの偵察気球と思われる物体を撃墜可能とするために政府が示した武器使用の要件緩和について話し合いで解決するべきと批判しています。まずは会見の様子をご覧ください。共同通信の渡辺と申します。はい あの中国の偵察用気球と見られる物体、についていてお伺しますあの。偵察用気球と見られる物体、日本上空を飛行していたことを受けてです、ね、政府があの領空侵犯した気球や無人機を撃墜するための武器使用の要件緩和をする方針です、これについてのも受け止めがありましたこの気球の問題はです、ね、私は、えー、話し合いによって解決されるべきだと。 考えております。この米中の関係もそうですで。日中においてもそうです。で話し合いによって、えー、解決していくべき問題であって、その努力がないままですね、あの軍事で構えるということには賛成しかねると、私たちの立場です。 理解に苦しみますね。そもそも気球が中国からなのか、ロシアからなのか、それ以前にどこの国から飛んできたのかをその都度判別するのは困難です。事前に中国と話をつけたところで、ロシアや北朝鮮が飛ばしてくることもあるし、話し合いで解決しても領空侵犯してくるならば、撃墜するしかありません。C さんは飛んでくる気球と話し合いができるとでも思っているのでしょうか 航空機ならば通信も可能ですが相手は気球ですよ。日本だって3年間もその正体がつかめなかったわけですよ。相変わらず共産党は国土防衛を軽んじてくれるなと思った次第です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。